川内桃子は日本の女優。血液型は O 型。俳優座所属。東京市下役谷中出身。日本女子大学附属高等学校卒業。女優としては小賀野し子と並ぶ名家出身で、祖父は利権グループ総帥で死者であった大河内正俊、父は正俊の次男で画家であった大河内信幸。夫は今治松平家松栄で。 テレビプロデューサーの久松貞隆。高校卒業後、OL をしていたが、1953年に、東方ニューフェイスの6期生として東方に入社。同期には、宝田明、佐原健二、藤木優、岡田雅美がいる。入社した年の、女心は一筋に、で映画初出演を果たす。ゴジラ1954年の出演5作目、ゴジラでは、ヒロイン。 山根恵美子役に抜擢される。その後も数多くの映画に出演し、1957年には年間で10作を数えた。演技を勉強し直すため、1958年に東方を退社し、俳優座養成所に発揮生として入所する。同期には山崎勤、水野くみ、嵐慶氏、山本光一、小笠原吉友、松本のりがいた。 その後は活動の軸足を舞台やテレビドラマへと移す。TBS テレビのホームドラマで活躍し、石井福子と橋田須賀子の作品には常連出演していた。特に晩年の代表作である渡る世間は鬼ばかりでは高橋文子の義母、高橋敏子役を演じ、連続ドラマのレギュラー出演作としての遺作となった第3シリーズでは、 アルツハイマー病に蝕まれていく苦しい役柄が反響を呼んだ。1995年には平成ゴジラシリーズ最終作の映画ゴジラ VS デストロイヤで41年ぶりに山根恵美子役を演じた。土曜ワイド劇場などの2時間単発ドラマにも出演した。1997年7月21日に放送された。 TBS 放送の月曜ドラマスペシャル、演歌、翔太郎の人情事件日誌3、イカホ殺人事件が、テレビドラマの遺作となった。最後の出演映画はその2日前の7月19日に、公開された、両館であった。同年の冬、俳優座の舞台、湯野の連の東北地方を中心にした、巡業中に、体調不良を訴え、 年が明けた1998年1月に大腸癌と診断された。癌の進行が早く発見時には手の施しようがなかったという。前年12月15日に山形県鶴岡市で出演した舞台が最後の仕事となった。 1998年11月5日の9時45分、大腸癌のため入院先の東京都渋谷区疲労の日本赤十字社医療センター病院で死去。66歳没。亡くなる直前の10月29日、病床で、レデンプトール会の近藤正弘神父、当時、心の灯火運動専務役員より洗礼を受け、マリアの洗礼名が与えられた。 葬儀では、河内の実娘が母子を務めた。母所は、東京都台東区谷中の谷中霊園。カトリック前期牧者の改正作のカトリック、不教番組、心の灯し火、太陽の微笑みの朗読を、永年務め、その功績により、ヨハネ・パウロ二世から聖十字歌唱を真授されたほか、1996年には、バチカン四国勲章も授与されている。俳優座その他他多数。 ありがとうございます。